GSA-18 は、ロシアの自動拳銃。QX19mm パラベラム弾を使用する。MP-443 が選定された、ロシア連邦軍新請式ピストルのトライアルに向けて1998年から2000年にかけて、トゥーラに存在する、KBP インスルツメントビューローにより開発された。NATO スタンダードである、 通常の QX19mm パラベラム弾の他にテシニートチェマシ社が開発したスチールコアを内蔵した高威力高貫通力のロシア製弾薬 7N21、7N31 の使用を想定して設計されている。スチール製のダブルカーラムマガジンの装弾数は18発で残弾確認用の開口部がある。ステンレス製のスライドとバレルを備え、 閉鎖機構として、ロータリーバレル式小トリコイル方式を採用するほか、グロック17と同様のストライカー撃発方式や、ポリマーフレームを採用するなど、西側諸国の拳銃の影響を大きく受けている。即応性を高めるべく、マニュアルセーフティは備わっておらず、安全性は前述の変速ダブルアクションオンリーの、トリガーメカとトリガーセーフティ、オートマチックファイアリングピンセーフティで確保している。 グロック車の拳銃がおよそ34のパーツに分かれているのに対し、GSH-18 はわずか17のパーツで構成されているのも特徴である。ありがとうございます。